はい、どうもエスです。どういうことだ、どういうことなんだよ。俺は今すごく怒ってる。 Amazon でウィニングイレブン2019見てみた。なんで評価が5段階中 2.4 なんだよ。今日はね、この Amazon でなぜね、こんなにウィニングイレブン2019が酷評されてるのか、レビューで見ていきたいと思う。まあ、伊達にね、こっちとらウィニングイレブン長年やってないんで、評価1がね、どんなものか、的確なね、評価で1つけられてるのか、もしくはね、的外れなものなのか、しっかり見ていこうじゃないの。うん、ということで、今日は Amazon レビュー、評価1のね、コメントに対して、いろいろ言っていきたいと思う。普段からね、ウィニングイレブンにはお世話になってるんでね、コナミさんには。今日はね、コナミを、いや、コナミ様を、擁護する側に立ちたいと思う。それではやっていこう。レディーゴー。はい、ということでね、早速見ていきましょうかね。このレビューがね、一番上に来てましたね。評価1の中で一番上に来てました。じゃあちょっと読んでいきましょう。ウィレはここ5、6年ほど進化ではなく変化を繰り返してるだけですね。ただ一つ変わらないことがあるとすればエフェクトぐらい。今回のエフェクトは分かりやすいと思います。後半75分過ぎぐらいにこちらが勝っていたらスイッチオン！突然こちらが全員病人のような動きの重さになったら合図です。敵が試合開始のようなキレッキレの動きで躍動し始めなすすべありません。今なら高く売れるので値下がりする前に売ることをお勧めします。それでは今から売っていきますね。なるほどね。まあ確かにね、エフェクトに関してはまあコナミエフェクトっていうね言葉が存在する時点で確かにねあるのかもしれない。こう試合をね盛り上がせるためにこう負けてる方が強くなるみたいな。だけどさ、一つやしまっていい？だったらなんで勝率 90% の人が存在するんですかね。あれれれ、おかしいな。エフェクトでなすすべがなかったら勝率 90% なんて無理じゃないですかね。まあいいよ、仮にエフェクトがあるとしよう。エフェクトがあるとしてもさ、それを跳ね返すだけの力がないってことでしょ。要するに自分がさ下手くそだからってさ、エフェクトのせいで負けたとかさ、ダッサ。売った金で動物の森でもやっててください。はい、ということでね、今度は、2番目にね、あったレビューを紹介していきたいと思います。はい。味方 CPU がドリブルパスコースを防ぎ、さらには突っ込んできて重なり妨害していきます。ディフェンスはザルで自分にカーソル切り替えた瞬間、相手選手の逆にいきなり進み、高確率で抜かれ、さらにはフリーズで出し抜かれる始末。だが最も残念なのがユーザーのマナーレベル。レベル99ですらパフォーマンス乱発に、相手をバカにした鳥かご、失礼なプレーのオンパレード、トップクラスでこのようじゃゲーム自体もたかが知れます。はい、ということで、まあいろいろね、突っ込みどころあるんですけど、一個一個ね、解消していきましょうか。まあいろいろね、切れてもしょうがないんで、一個一個解消していきましょう。CPU がドリブルパスコースを防ぎ、さらに突っ込んで、まあ CPU がゴミだって言いたいんでね、まあ確かにね、味方 CPU、おい、なんでそんな動きするんだよっていうこともあるけどさ、それさ、別に逆も言えることじゃない？ね、自分だけじゃないし、自分だけの、ね、自分の CPU だけおかしいなんてことはないでしょ。相手も同じ条件だからね、それは別に言い訳になんないんじゃないかな。うん。で、次。最も残念なのはユーザーマナーレベル。ユーザーのマナーレベル。レベル99ですら。ごめん。ちょっと待って。俺初めて聞いたんだけど。どなたかちょっと教えてもらっていいですか？どこ確認すればレベル99とか出るのかな？俺レベルいくつだろう？俺レベル3ぐらいかな？さあ次読んでいきましょう。長えな。どいつもこいつも。めちゃくちゃ長いな、レビューばっかりでびっくりすんだよ。じゃあパパッと読んでいきますね。
ずいぶんご無沙汰していましたが、知人とオンをやるためだけに購入しましたが、ここまでただの課金ゲーになってるとは。スポーツゲームにレベルを取り入れることで新規ユーザーと先行ユーザーとの格差を広げ、イーブンな勝負ができない環境を作り上げる。マッチングでも既存の課金ユーザーとガンガンマッチングされるため、後続の新規ユーザーを重課金、既存ユーザーが振り落とすことであまり何も考えていないユーザーをターゲットに課金を流していく典型的なサービスが終了していく課金ゲームになっています。目の前にボールがあってカーソルが自分に合っていても動かせないことがあること、斜め後ろから強烈な流れ球を胸トラップで止める物理法則を無視したけど物理演算とかそういう問題じゃない、一定以上の数値だとゴールに吸い込まれる仕様。スポーツゲームがやりたい方はこんなもの買ってはいけません、もう二度と買わない、そう決意させてくれたという意味ではとてもいいゲームでした。あのね、よく僕のところのね YouTube のコメント欄でもあるんですよ、課金のくせにとかさ、課金だから有利だとか。まあ確かにそれ有利ですよ、じゃなきゃ課金する意味ないからね。まあ課金組の方がもちろん有利なんだけど、その前提があったとしてもさ、何のためのチーム力よ、チームレベルね、チームレベル同じ人としかマッチングしないっていうのがあるんだからさ、おとなしくチームレベル3とか4に落とせばいいんじゃないの。なんでわざわざ5で戦おうつんのかな、バカなのかな。でさ、ごめん、もう一個だけ言いたいんだけど、知人とオンをするためだけに購入しました。ライト版買えー。はい、じゃあどんどん行きましょう。続いてのレビューはこちらですね。ずっと入れ派だったが初めて FIFA を検討してしまっている。原因は一つで、相手ゴールキーパーが強すぎる。どれだけ崩して隅に強いシュートを放っても必ず手に当ててくる。マンオブザマッチは毎試合相手ゴールキーパードリブルご利用しができなくなって1点が重くなったとかなら全く問題ないのだが、単純にゴールキーパーの範囲が広すぎて入りませんって想像以上に悩む。最近評判の芳しくないウィレでも楽しめてたし、ライセンスもないものと割り切っていたが、今作初めてつまらんと思ってしまいました。まあこのねレビューに関しては確かにね、ちょっとね一部同意するところもあるな。ドンナルンマとかマジで強くて、あの前作に比べて確かにねめちゃめちゃゴールキーパー止めてくるね。でもさ、自分の、これもさっきのレビューと同じだけど、自分のゴールキーパーも同じじゃないかな。うん。で、一つだけ言わして、最後ね。毎試合、マンオブザマッチ相手のゴールキーパーは嘘。はい、次ですね。今は FP という怪物選手が幅を利かせており、とんでもないことになっております。スピードオフェンスがほぼ完走したムバペはどうやっても止められないゴールを連発。 FP という毎試合課金させるシステムで、さらにレベル上げのために課金させるという手法、もはやサッカー風アクションゲームになっており、試合も4点取ったら5点取るといったような能力ゲーになっており、レート600後半から800まではほぼ実力差がなく、いかに能力が強い選手を持っていてなおかつレベルまでご利用せるかで勝負は決まります。あまりにリアルとかけ離れた人間離れした突破からのゴールの数々です。ということでね、レビューありがとうございます。FP に関してレビューってね結構いっぱいあって、 FP なんていう選手が来たからどうのこうのって、まあ確かに金玉の FP とかでレベルがね90とかまで上がるユーリー・アウベルトとか、まあね確かにあれはこう課金すればねめちゃくちゃ強くなるし、無課金でねレベマは相当辛いと思う。ただまあ俺みたいな重課金者からするとむしろこう無課金とか微課金にありがたいシステムだと思うんだけどな、 FP って。だってね300コインでネイマールとかメッシとかムバッペ取れる可能性があるんだよ、クリロナとかね。おー、なんかそこに関して文句言うのはどうなのかな。てかマイクラブコイン君たち何に使ってんのって。アホみたいにさ、トップエージェントとかわけわからず引いてるだけでしょどうせ。無課金でもね上手にやってる人はやってるけどね。まあ俺重課金なんであんまりこの辺はね強く言えないっていうか、もう強く言ってるけど。まあ無課金でもね十分渡り合ってやってる人はいるから。相手が強すぎて試合に勝てないです。弱くても勝てるように改善してください。いや練習しろや。はい、ということでね、ちょっとね紹介もちろんしきれなかったんですけど、ほぼね全てのレビュー星一つのねレビューは全て目通しました。まあね総合的、まあこうまとめて言うと、やっぱりねFP に対する文句、あと操作性に対する文句、まあ FP に関しては確かにね金玉のレベル90とかを捕まされた時は結構ね無課金とか微課金の人はきついっていうのはあると思う。でもさっきもね言った通り、微課金とか無課金に割と有利なねシステムなんじゃないかなって個人的には思ってます。だってねこっちがめちゃくちゃ課金して1万2万ねはたいて取ったネイマールとかが100マイクラブコインとかで取れるんだぜ。ねえ明らかに有利でしょ。であと操作性に関してはまあいろいろね文句言ってるんですけど、相手ゴールキーパーが強いとかね、なんで相手ゴールキーパーだけ強いんだっつう話、
結局はやっぱりね、言い訳ですよ。言い訳全部ね。まあエフェクトに関しても別にね、相手も同じ条件だから。まあただ一つ思ったのは、やっぱりね、こう新規ユーザーは確かに入りにくいと思った。難しいからね、ウイレって。操作することがね、いっぱい増えて、最後のねレビューでもあった通り、いきなり入ってきて、いきなりねこうレートが上がるっていうのは結構きついと思う。まあ俺もねそんなに強くないから偉そうに言えないんだけど、新規ユーザーはね確かに入りにくいなと思った。で、まあなるほどなって思ったのはやっぱりねマッチングだね。レートね、やっぱ300、400が700台、800とマッチングしても絶対勝てないから。だからその辺はね、もうちょっとマッチングの精度上げていいんじゃないかなと思いました。切れすぎー。